いやー接客部行ばっかだね。ホッケーさんのコメント見て「いや、ウーバーアカウント停止された。ペナルティ重いんだ。あり,ありがとう。登録者は絶対行かないといけないってこと、まあそれはそうだよね。迷惑めちゃくちゃかかるからね。店側からしたら。 応募してる人からしたらねこれやるかこれ行ってみるおじぎ屋ホールスタッフ3時間3300円じゃあ過去側だ遠いないやもうこの辺遠いわ姫路とかになっちゃってる も下に行けば行くほどもう遠くなりますね自分の家から。からもこの上らへんで探さないといけない。 行くキッチン作業補助スタッフの募集リスナーさんなんかギャラ飲みの方いないですか一緒に2時間いるだけで3000円でとかでないわ 三北通り鉄板レストラン鉄板飲めんやんって別あのさあれイラつくんだよそれなんかさ一緒に飲んでほしいって飲んだら酒の味でも変わんのかよ俺が酒飲まないのとの、ま、飲むのでてめえのよう飲む酒の味変わるわけねえだろバカじゃねえのなんか一緒に飲みたいとかアホだろ 飲んだってそいつがさ全然喋らなかったらつお、ま、面白くないしバカだろほんまそういう考えのやつってアホなんじゃねえの、ま、変わらねえわ死ねぼボケ変わるわけねえだろそいつが酒飲んでもテンション上がらなかったらいい一緒だろ酒飲めなくてあの面白い話できるやつの方がその方がいいだろバカだろ酒飲めるやつがいいとか。 変わらねえよ、うん。それでなんか一緒になんか飲みたいとか言ってバカなんじゃないのあるはらだわただの変わらねえんだわしねただのアル,アルコールハラスメントだ何がお前飲まないだろ 仕事ないです。もうほんまどうしよう。リスナーさん、昨日も発表したんですけど、あの緊急事態発生してまし,まして、ほんま詐欺に遭いました。あの仕事ね、週5で、今働いてる工場のアルバイト、週5で聞いてたんですけど、週5の8時間勤務で聞いてたんですけど、まあ、昨日も話したんですけど、来,来年から、 あのアルバイトの仕事条件が変わるらしくてそれ一と日聞かされてん、ね、でで「週3契約書書いてない」「週3になります来週から仕事どういうこと?」いや仕事が暇すぎていらないんでしょ要するバイトを。 雇ってる人こんなにであと20分もう時間言うけど20分時間が短くなります8時間勤務だったのがだから7時間40分勤務なんのかなやばくないだからもう 給料10万な,いなくなりますね多分で時給も1100 11円ないですねえ福利厚生つかないのそれだったらもうあれなの保険つかないのもうやめるわここのバイトもうやめる保険証ももらえないのそういう作戦保険証もらえないんですか 詐欺じゃん当たり前なの週3って保険もらえないんだ詐欺じゃんマジで今働たやめときマジでさらすわここほんまやめときここマジでさらすほんま被害者出したくない俺みたいなちょっとリスナーさん誰か仕事紹介してよマジで楽な仕事 確認してるじゃないだから週5だったじゃん。で週5で今週1週間今週月曜日から金曜日まで働いてたよ週5で。たら来年から変わりますって言われておかしいだろう。うだから,らえっ、ー、と正月明けは平日配信できます週2回ね。何曜日かまだ分かんないけどとりあえずいつか来てくれって。 楽やったら誰でもしたいですそうだから知り合い知り合いにその頼んで今頼んでますいやマジさらす仕事辞めたら20代20歳の子はね派遣の子であんま来ないんだって2週間に1回とかあの子は初日しか会ってない20歳で俺の指導係してくれた子は。 平日配信嬉しいいやでももう配信あんまりしたくないんだよ。金なら10万ないですよ給料。2週間に1回とは。だからなんかめちゃくちゃ掛け持ちしてる子らしくて派遣の派遣の子で派遣と直売があって派遣の子でなんか2週間に1回本当にピンポイントでしか来ないらしい人がいない時。 であ,ととあとドル円も5枚ロング持ってるからリスナーさん明日明日って相場あるんですかドル円も今5枚ロング14万ぐらい含み損ありますもう次から次に、ま、明日ないんだ週明けどうなるんだろう週明けドル円上がる材料出たら教えてねリスナーさん 13万負け出る 2, 2日からなんだドル円持ち越してますトルコ円はもう130万含み損133万含み損もう金マジでやばいゲういけるわけそうマジで。 ちなみにスワップ込みですスワップ込みです何やってもうまくいかん明日はってあの明日相場ないんだろう。 話聞けよ話も聞けないしアホだろほんまこいつら明日フラ話も聞けないしコメントも見てないしあ明日明日ないっつってるだろ相場ちょっとリスナーさんまマジで仕事紹介してよ結局さ こっち東京からこっち帰ってきてさ東京からこっち帰ってきて相場が始まってからのこと明日って書いてるじゃん明日ねえわバカなんじゃね結局こっち神戸帰ってきて 晒すととかか言ううら無理晒されるよななことしなきゃゃいいじゃんどんだけゴミなんだよお前どんだけゴミみたいな仕事してるんだよおかしいだろ週5だったのが週3になったらでこっちに東京からこっち帰ってきて仕事何回も。 ほんま口酸っぱくして何回も仕事紹介してくださいって言ってんのに誰一人として仕事紹介してくれないからね終わってるわほんま DM 一件すら来ないから「やくさんこれありますよ」って言って「いやそれちょっと厳しいんでやめときます」っていうのも一件もないリスナー代理沸かしてもしゃないじゃんネ,ネットでさこんないっぱい動画とか出てくるんだ 福祉や福祉なんかや,やるわけないじゃん。なんで俺うんことかおしっこ触らなきゃいけないんだよ、年寄りの。おかしいでしょ、普通に考えて。自分でさ、トイレももうできなくなったら、もう死ぬは俺だったら。昨日も話したけど。臨床試験、無理じゃない。あれ、37歳まで、うん。もう38だから。 建設業無理一日中肉体労働はマジで無理腰痛持ちだからパチンコノブタグループのパチ屋で123で弁天町123で働いて腰やられましたねあの全然普段の生活では腰痛くないんだけどやっぱ仕事でちょ,ちょっと重いものを 10分ぐらいこうやってたら腰がジーンってすぐ痛くなってくる隠れ腰痛なんていうのそうなっちゃうねいや免許あるよ免許あるけど第一種は持ってない普通の免許だけだから一回つつつつつつ何がで,できるいやだから工場とか 障害者のの施設こうちゃんの職場あれあれですかなんか知,知的障害者とかがいるところで働いてるってことでもこうちゃん言ってるよでもこうちゃんなんかお風呂に入れてるって言ってるからそれそこで働いてないと思うけどねだってお風呂に入れてその お風呂に入れてる人がお風呂の浴槽でうんこするんだってやばくない俺だったらもう死ぬわ自分がうんこするところとか理解できてなくて生きる意味ないだろうはっきり言って昨日も言ったけど熊さんありがとうございますそれ普通に俺だったら死ぬわ 生きてる意味ないだろ普通に考えてだそれ判断できないんでしょ脳死してるのとどう違うのそれ脳死してるじゃん脳死は殺されるからねちなみに脳死してたらもう安楽死されるからね日本の法律だと社内じゃんずっと脳死してさこんなんしてさずっと生きててどないすんの家族にに迷惑だろ普通に考えて まともな神経してたら自分で死ぬわ自分で死ぬっていうか安楽死してもらうわ脳死、うん、と同じ扱いだってそうじゃんだ,だってそうじゃんどうすんのそれで生きててあのリスナーさんあの道徳的な話とかいらないからね今ここの話で道徳的な話とか倫理的な話いらないからね自分に置き換えて話せよ自分だったらそれで生きるの どんんだだけけ迷惑かけるんだよ家族に頭おかしいだろそれでさそこそれで生きたいってそれで家族とかずっと迷惑かけるのそれ何も楽しみなくてさ生きるだけ生きて重ねるのってそうだろ自分に置き換えて話すんだわ何でもそれが家族いや家族はそうするかもしれないけど自分からしたら普通に安楽死選ぶだろ